今回は前回に引き続きパッティングについて、前回はタッチの出し方について説明したと思います。今回はラインの出し方について説明したいと思います。皆さんラインを読むとき、ワンカップ右、ワンカップ左などとラインは読んでると思いますが、そこに向かってまっすぐ引いてまっすぐ出すというようにまっすぐ打ってる方が多いと思います。でも実はこれはパターが入る確率が上がるわけではありません。パッティングはまっすぐ打ってる人が上手いのではなく、傾斜に対してしっかり対処して出玉をコントロールできている人がパターが上手い人です。どういうことかと言いますと、皆さんはショットをするときに前上がりのときに球が左に引っかかると意識して必ずボールを右に出すと思います。逆に言えば、つま先下がりの場面では皆さんはボールが右に行くと分かっているので、しっかりボールを左に出していくと思います。それはショットだけではなくパッティングにも共通しています。ですから、フックラインということは前上がりですから、意識的にボールの出玉は右に出さなくてはいけません。またその逆にスライスラインはしっかりと出玉を左に出していく、もしくは、スライスラインというのは必ず左に打っていくのでヘッドがアウトに上がりやすく、左に出玉は出やすいです。ですからそれを分かった上で浅く読む、もしくは少しカット目に打つというのもパッティングが上手い人の特徴です。ですから皆さんもあまりまっすぐ振るということにこだわらず、しっかりラインに対して出玉をコントロールすることを意識してもらいたいと思います。ということで、パッティングはまっすぐが正解ではありません。皆さんご自身の打ちやすい打ち方で出玉をコントロールすることが上達の近道です。皆さんも試してみてください。